では再開しますね。はい。店を出ると周りは暗くなり始めています。農民たちも仕事を終え、おのおのの家に帰っているようでした。なるほど。あなた方はどこへ向かいますか？じいさん来てるかな？そうだね。じゃあ、門番の家に行くということで、よろしいですか？はい。はい。はい、では、慣れない土で薄暗い道を歩いてるせいもあり、あなた方は不意につまずいてよろけます。すると、よろけた残像に勢いよく物体が通り抜けました。ん？え？物体？ち、全く最悪な一日だよ。と言って、そこにいたのは先ほどの店主です。え？さらに、そばには屈強そうな仲間も控えていました。え？両手で握られた鈍器が明らかな殺意を物語っています。ほう。店主は、本当はお前ら俺を探るようにジジイに頼まれたんだろう。もしくはジジイの魔術で召喚された何かなのか。まあどっちでもいい、ボケたまま老衰してくれれば便利だったんだが、ちょうど俺も殺した方が楽だなって思ってたところだ。と言って店主は鈍器を振りかぶっていました。え、あの店主、あなたはあのじいさんの仲間ではなかったのですか？何を言ってるんだ。ということで、うん、戦闘です。え、いやいやいや、むしろ私とあなたが仲間なのでは？私もあのじいさんはちょっとなんでガク先生、なんでそのコビちょっと待って、俺の仲間はここにいる屈強な男AとBだよ。名前が雑いよ。じゃあジャックとマイケル。我々もジジイは抹消しようと思ってたんだが。え、外国人この外国人の村なの？ハルク？そこは問題じゃねえだろ。待って。はい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 。思いついたのに状況整理していいですか？はい。はい、どうぞ。まず、老人の、調度品が不自然に物がなくなっていた。うん。で、ビブラートを加えて怯える店主、うん、っていうことはセキュリティ甘いっていうことは、あ、なるほど、こいつらが盗んだじゃねえの。なるほどで、今さっき店主が言ってたことっていうことは、店主が言ってたことを想像したら思いっきりあれでしょう、疑心暗鬼っていうか、老人の使いだと思ってこいつら偵察に来たんじゃねえの、殺さなきゃってなったんじゃない？そういうこと？まあまあ落ち着きたまえよ。ちょっと問答無用で戦闘じゃい。じゃあボムチャット行け。ということで、はい、相手は店主一人に屈強そうな相手、マイケル・ジャックですね。マイケル・ジャック。そうでさ、三人で勝てんのこれ。でもさ、人間だよ。こっちボブキャットだよ。だよ、噛み裂けばいいんだ。こっちなんか、だって噛みつくときはだいぶなんかエグそうだよね。やってみよう。で、人間って走行ないじゃん。そうだよね。我々走行あるし。ちょっと待って、頸動脈を食いちぎれとかすごく嘘なこと言われて。いくぞ。まあ、AB、もしくはマイケル・ジャック。うん。カソンジプラス店主。で、臨床順に、ボブキャットの、初期ちゃんから。はい。これも1、2、2D3 だったらいいの？何でこう、攻撃しますか？待機することもできますよ。引っかき 80%。 そうだね、攻撃するか引っかくか。73成功で、すげえ、また6だ。へへへ、惜しいなぁ。
誰狙った？天使。天使かな。天使。はい。成功で、ダメージどうぞ。ダメージね、6です。6、店長ショックロール入ります。わーい。はい。店長意外にもろかった。いや、殺さなくてよかったわ。ね。店長、クリティカルしたので。はい。痛えなーと言いながら。怒った。怒った、ぶち切れた。ぶち切れてますね。なるほど。ちょっと、ぶち切れ返してもいいですか？はい、どうぞ。で、だって、おめえが先に喧嘩打ってきたんやろうがって切れます。死ぬかボケ。では、次、屈強 A の番です。はい。はい、臨春早い順に上から1、2、3、誰かな。1。お、キャッ、さっき攻撃してきた2に、屈強 A は、攻撃してきます、コンボで。はい。うん、あ、え、嘘、ごめん、クリティカル。なんでお前が強いんだよ。違うがクリティカル出して何が楽しいんだよ。なんでお前殺意高いんだよ、そんな。分からへん、一人ぐらいポクリ感かなって思ってたからかな。こいつ。なんでプレイヤーがこう逆に怖い、あの怖いわ。5のダメージですが、装甲があるので、装甲1があるので、4ダメージかな？マイナー4。HP 12しかないんだけど、半分いたらショックロール入るんですけど。うん、大丈夫、6だから大丈夫、8残ってる。うん。少ない HP こんな少なかった？少ないよ。うん、少ないよ。クトゥルフは少ないよ。簡単に人を死ぬよ。では、屈強 B いきます。上から1、2、3。はい。1! また。まあ、確かに狙ったら集中攻撃はされるかな。かもね。はい。では、当たるかどうか。あー、外しました。あー、よかった。それで、次、はい、ガクさんの番です。よし、噛みつきまーす。ガク、頑張って。でも40分。何噛みつきますか？マイケル。マイケル。いや、そこは天使を集中狙いで気絶させた方が楽なんじゃねえ？ダメージ 1D8 プラス4だよ。殺さない？あ、そうだけど。平気じゃない？でもいいじゃん、最悪。殺してたから。じゃあ天使に。天使に返す。天使に。はい。手数が減った方がいい。あ、23。成功したので当たるのか。当たりますね。ダメージ防御。1D8。3プラス4で7。店主は死亡しました。あ、正当防衛です。ほら、正当防衛だって。はい。アルバイト。ちょっと待って、応急手当とか、こっちがやってもいいかな。ダメージいくつだったっけ？ 7。7だね。死亡が死亡したの。血の味覚えた。そうだね。次のターン、とりあえず、次のターンで、手当てしたら、うん、2以上出したら、うん、気絶から、気絶っていうか、戦闘蘇生したから、ね。うん、蘇生はできたってことにしようかな。わかった。はい。じゃあ、残った京子さん。じゃあさ、ぶっ倒れてたよね、店主が。で、下二人はまだやる気満々、それともうろたえた？やる気満々ですね。やる気満々なの？説得でどうにかなるかなって思ったんですよね。よかった。普通に牙で攻撃してます。はい、じゃあ、前行けよ。20成功です。はい、ダメージどうぞ。はい、4です。4、はい。
まだピンピンしてますね。笑ってますね。あ、この野郎。イケボブキャット。イケボブキャット。はい。一周して、ショキちゃんの番です。イケボブキャット。マイケル、殺せ。引っ掛け引っ掛け。はい、ダメージどうぞ。誰に与えますか？店長死んだ。そう、店長死んだ。店長もやめて、店長はもうやめて。スタイゲルかわいそうだからやめて。マイケル、マイケルで、あともう一回あれすれば多分ショックロール入ると思うので、店長じゃあマイケル、4だから4です。4だね。え、11から4引いたら7じゃない？ショックロール。やったー。入ります。気絶しました。やったー。残りはジャクソンだけだ。お前はどうするんだと言ってジャクソンを睨みますが。ではまた上から 1,2,3 で振ります。はい。あ、やってくるんだ。じゃあ、ジャクソンじゃなくてジャックだよ。ジャック。もう何でもいいよ。いや、名前は重要やん。じゃあガクさんに、コンボで攻撃。はい、回避します。あ、回避しちゃダメだ。回避したら回避すると損が死ぬですね。そうだよね、回避できないわ。その前に失敗しているので回避に入れないです。はい。で、次ガクさんの番です。はい、店主に応急手当てをしたいです。はい。回復は 1D3 で2以上出したら息を吹き返します。はい、応急手当て80だから。待って、息を吹き返して攻撃チェックはねえから。でもさすがにショックロール入ってるじゃない。命の大事なのに。あ、80ギリギリ、危ねえ。危ねえ。 1D3 いきます。はーい。3だ。よかった。すごい蘇生した。蘇生は1名を取り留めました。よし、虫の息ですね。でそこで、戦闘終了になります。お、よかった。カン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 。残りの屈強 B が、ママ、待った、わかった、降参する。殴るのをやめてくれ。殴るのをやめてくれ。お前殴られてないじゃん。これ以上はいけない。見たか、我々の力を。お前たち何がやりたいんだ。殺したり、生き返り。ちょっと戦闘防衛だよ、こっちはって今。天使の話が聞きたいだけだ。あのじいさんボケてるくせにいいもん持ってたから盗んで金にしてたんだ。てっきりその盗みがじいさんにバレて俺たちに探りを入れてきたのだと思ったんだが違うのか？違いますよ。確かにあの家具は売れそうだな。我々もやるかい？いや、ダメでしょ。何を言ってるんですか？犯罪はダメですよ。あんたらじいさんに頼まれて来たんじゃなかったのか？マティさん気絶してるって言ってるじゃないですか。違います。私たち言ったことを嘘ついてないですよ。そうか。どちらにしてももう隠せない。でもなぁ、盗んだやつは全部売っちまって、金もほとんど使っちまったから。じゃあ、あるだけください、金を。じゃあ、あなたたちはおじいさん、電気屋をすればいいと思います。毎日、おじいさんをちゃんと、お世話してあげてください。ああ、わかった、わかった。約束する。宗教家的なこと。あとそうだ。一個だけ骨董品と交換でもらった杖ならある。お？どこかの有名な魔術師さんの遺品って言ってたよ。お？それなら、絶対いいねがつくし、そいつをやるから勘弁してくれないか。なるほど、それはいいものですな。よし、もらいましょう。待って。はい、はい。買ってからいただきましょう。いただくんだから。買ってから別に。使ってから。私たちが元に戻るようになってから。なるほど。戻ってから。その方がいいでしょ。なるほどね。え、この人たちは私たちを戻せるのか？戻せないと思いますね。一般人ですね。一
般人が杖持ってるんでしょ。魔術師を見つけて、その魔術師に。その魔術師のことは知ってるのか、君たちは。いや、この杖はその魔術師の遺品って言ってもらったんだ。そう、魔術師死んでるから無理じゃね。魔術師探すしかない。預かれてる。じゃあ、その杖を使えるような人をご存知ないか、君たちは。知らねえ。あのじいさんが昔有名だったっていうのは、聞いたことがあるが、本当かどうか、もうボケててわかんねえや。なるほどな。あのボケを直す薬持ってない。確かに、そういうの作っていただけたらすごく嬉しいです。うん、そんなんあったらもうとっくに誰かがやってるから、ね。確かに。確かに。な。なるほど。じゃあ、この杖の使い道については君たちは心当たりがないということでよろしいんだな？ああ。わかった。あんたらさっきから何の話をしてるんだ？私たちは元に戻りたいって何回言ったらいいんだ？私たちは人間なんです。ああ、そうだったのか。あ、絶対信用しない。心理学かけます。こいつ信用してないだろ。お。はい、どうぞ。50? あなたたちの言うことを全部、信じたようです。お、信じてる。信じてはいる。信じてはいる。だよ、なんなら店で言ってたし。うん。店で言うなやろ。屈強 B は、じゃあ、あんたらが元に戻る方法をこっちでも探してみるから。お、優しい。だから、見逃してくれないか。よかろう。でも、じいさんのことから、盗みはしちゃいけませんからね。ああ、もうしない。また引っかかりますよって。っていうことで、皆さん見逃すという形っぽいですか？いいよ。では、屈強 B は天使をずるずる引きずりながら去っていきます。絵は、絵は置いてくる。絵は置いてくる。A は、あ、そうか、気絶だからな。そう。生きてる、生きてる。そうだな、一緒にずるずる、質問忘れてた。って言いながら、帰っていきますね。なるほど。あなた方の手元には、魔法の杖が一つ。なるほど、もうもらったんや。はい、遺品と、こう、遺品と言われて、交換した魔術師の杖をあなた方は手に入れました。うん、なるほど。この杖でじいさんの頭殴ったらなんか、正気に戻らないかな。なんでそんなじいさんにこう、なんだろう、攻撃的なの？かわいそうじゃん。老人はやばい。なんかぶつぶつ切れてる。はい。はい。ボンバさんの家、各自あなた方を襲われましたが、無事危機を乗り越えることができました。やったー。皆さんそのままボンバさんの家に帰るということでよろしいですか？はい。はい。はい、では、ボンバの家に着くと、ボンバはすでに起き上がり、リビングで一人くつろいでいました。じじい起きてたのか。もうじじいになっちゃってる。呼び方が。じいさん、さっきはよくもやってくれたな。そうすると、ウォンバは振り返り、おやおや、覚醒世界のことは珍しい客人じゃ。わしの家に何か用ですかな。出た三巡目。じいさん、この杖を知っているか。この杖はどうしたんじゃ。持ち主は、どうなったんじゃ？持ち主は死んだ。これは遺品なのだ。そうか。この杖はの、昔わしが弟子の古賀ドドに持たせた杖なのじゃ。古賀ドド。言いにくい名前だな。古賀ドドの杖。この時、全員が気づきます。この老人がまともに名前を呼んでいるのを初めてじゃないかと。確か。
ボンバは、続けて言います。一人前になった証に渡した杖じゃったが、コガドドは捨ててしまったのかのう。いや、今コガドドさんはもう死にました。お亡くなりになられた。あ、そうか、死んでしもたんかと言って、ウォンバは悲しそうに、杖を見つめます。と、皆さんアイディア振ってください。あ、69、ラブネ、成功。70、ぴったり成功。下いた。みんな成功か。うん。みんな成功。はい。それでは、どうやらウォンバは、今だけボケておらず、正気のようです。お、あ、はい、お、じゃあ、説得で、弟子の記憶の代わりに、元に戻す魔術のことを思い出してもらえれば、まともに元に戻す魔法を使えるのではないかと皆さん思いました。なるほど。弟子のことを思い出す前に、我々に気を向けなきゃいけないってことかな。ウォンバは、今現在、思い出すことのなかった弟子との思い出が、今この一瞬だけ湧き上がっています。うん、しかしそれは刹那の正気です、うんうん。他のことに気を使えば、その後すぐにボケて、弟子との思い出は忘れ去ってしまうということがあなたたちには理解できるでしょう。この一瞬？一瞬をどうしたらいいんだ？私たち三人をとりあえず元に戻してくださいって言って、申し上げます。あ、実は私、コガドドなんです。人間に戻りたいんですが、戻していただけますか？ちょっと待って、それはないやろ。それはないやろ。さすがに、正気取り戻すというか、それはわかるでしょう。残念。説得でさ、例えば、その、気をそらしちゃったらもう、ダメなんでしょ？ダメになりますね。ボケがまた始まりますね。どうしたらいいんだ？今、元に戻してもらうか、うん、別の行動をしてまたボケるかの二択になりますね。今戻してほしいんだわ。戻してくださいって言ったらいい。うん。我々を人間に戻してくれ。じいさん。うん。そういえばそうじゃったな。覚醒世界の子よ。今度こそ元の姿に戻してやるのじゃ。おお。おう。と言って、ウォンバが静かに呪文を唱えると、ウォンバの手のひらから透明な銀色の光線が広がって伸びていきます。ちょっと変わった。ちょっと変わったぞ。ちょっとまともっぽいぞ。光線はあなた方を包み、あなた方の体が輝きます。おお。全身の輪郭で真っ白になると、形がみるみる変形し、一刻も経たず元の人間の姿に戻りました。うわぁ、よかった。じいさん、じいさん信じてたよ。これで夢の世界から覚醒世界へ帰れるじゃろう。これでどうしたらいいの？黙ってたら帰れるのか？ああ、夢の世界から帰る方法がわからんのじゃな。そうです。目を閉じて覚めたいと願えば元の世界に戻れるじゃろう。そんな簡単な感じ。ありがとうございますって決めた。待って、ガクさん、ガクさんいいの？え？ガクさんいいの？何が？オカルトの研究し放題。確かに。どないすなる？ちょっと私は残ろうか。もう少しこの世界について知りたいな。じいさんも。スキコはこの人たちを後で叩き起こそうと心に誓いながら戻ろうとします。じいさん、じいさん。ウォンバが、うむうむ、ここは夢の世界。今度来るときはゆっくり楽しむがよいのじゃ。また来れるのかい？どういう仕組みで、それは？じいさん！じいさん、じいさん、生きてるか？
ちょっとまだ私を知りたいことがたくさんあるんだ。もう向けた方がいいんじゃない？そうするとじいさんが、おやおや、珍しい客じゃがのう。じじい、わしの家に何かご用ですかな？ダメだこれ。そう。戻りたいと願いが戻ることがなかった。ギリギリまで、そうだね。ギリギリまでいろいろ見てくよ、我々は。しょきこちゃん帰るかい？しょきこちゃんはどうしよう。はい、帰ります。そっか。そっか。じゃあちょっと。はい。うん、では、あなた方は、うん、初期子ちゃん以外は、うん、以外の二人は、うん、急激な眠気に襲われます。眠いなぁ。そして、まぶたがゆっくり落ち、うん、次に目を開けると、元いた世界に戻っていました。そんな、私は決して覚醒世界に戻りたいなど一言も思っていないです。なぜだ？初期子ちゃんは普通に帰りたいと思って目を閉じたので、そのまま普通に帰れます。はーい。帰れないの？ということで、シナリオクリアになります。イェーイ！シナリオクリア。シナリオクリアになります。おめでとうございます。が、これには実は続編がありまして。イェーイ！皆さん続編やりたいですか？やりたい！やろう。では分岐ルートに戻りましょうか。分岐ルート。はい。分岐ルートとは、皆さんアイデアを成功させました。はい。はい。どうやらウォンバは今だけボケておらず、正気のようです。はい。なるほど。これ、弟子の記憶の代わりに、元に戻す魔術のことを思い出してもらえれば、まともに元に戻す魔術を使えるのではないかと思いました。はい。ここから、ロールし直しどうぞ。私はまだこのまんま続けなきゃいけないんだけどな。多分。私はまだこの世界について知りたいから、もうちょっとこのジジイは泳がせておいていいのではないか。ちなみに皆さん、動物の姿のままの状態の状況でございます。動物でいいんじゃね？はっはっは。もうちょっとこの世界を見てもらっても、魔術師さん他に探してもいい気がしてきました。そうだな。またなんか、遺品でも見つけたらこのじいさんの元に戻る瞬間があるでしょう。ひどいな、こいつ。いや、私はただ、この学術的な好奇心ですね。そちらを優先したいだけですよ。じいさんの心の傷をえぐってどうにかしてほしい。私はこのままでいいので、じいさんが、このコガドドさんの過去に浸っててくれ。じゃあ、逆に、この今、正気な状態で、その、戻してくれって言うんじゃなくて、質問をするってことは可能ですか？ウォンバは、しばらく杖と向き合って思い出に浸っています。そして優しく微笑んでいる状態ですね。このままウォンバさんを、昔の記憶を思い出している、のに至らせておくと、またボケてしまいますし、元に戻してもらおうと思うなら、それを断ち切って、懐かしい記憶、弟子との記憶をと引き換えに元に戻ることはできます。ああ、なるほど。元に戻った方がいい。次につながるような。元に戻ったらだから、帰っちゃうでしょ？だよね。だから、元に戻らない状態で辞書に続くようなヒントが聞ければいい。確かに。では、ウォンバさんをそのまま、思い出に浸っといてもらえますか？なんか質問するしかない。いや、質問しようか。何か、魔術師他のお弟子さんはいるかどうかとか。いいね。じいさん、他にあなたのお弟子さんはいるんですか？と、そうやって、何か質問するかを悩んでいるうちに、老人ウォンバは、ことさら優しく微笑み、
その後、あなたたちへ向き返り、喋りかけます。おやおや、覚醒世界のことはどうだ、百人じゃ、わしの何か用ですかな。あ、ボケた。ということで、はい。はい。これにて、はい、ルートへ、つながります。わーい。ルートって怖くね。続きじゃなくて、あれか、続きじゃ続きやけど、出れなかったパターンってこと。そういうことよね。はい、to be continue について。はい。ウォンバの追憶を優先した探索者はゲームクリアをすることはできません。ただし、ゲームクリアを捨てて、ウォンバを気遣ってくれた報酬として、ドリームランド探索編のシナリオを用意したいと思います。やったー！シナリオが出来上がったら、そちらも遊んでみてください、というコメントが最後に残っておりまして、はいはいはい、そのシナリオが先日、配布されまして、はい、私が配布しましたので、はい。また、このキャラクターシートは大事に取っておいてください。はい、了解です。やった、近々やりたいね。じゃあクリアにはなってないから成長とかそういうのはない。続きやらない。成長はなしですね。はい、はい、了解ということで、はい、クリアでないけどクリアおめでとうございます。やったー。トブ老人卒業いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ボケ老人に振り回されただけやね。はい。なんか次は呪いの元とかわかるんかね。楽しみやね。ああ、誰にかけられたのか分かんないもんね、まだ。あ、それ聞いとくじゃん。あ、そうやね。そっちは聞けばよかった。いや、でもどっちにしても。クトゥルフって RPG だから、神話生物らしいもん。なるほど。ちなみに、ああ、でも、続編についてから、これは言えないな。そうだよね。モンスターはちゃんと名前があるモンスターです。じゃあ、次回を楽しみにしておきます。はい。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また、1ヶ月以内ぐらいにやるかな次は。まあ、予定が合えば。合えばね。うん。そうね。そうやね。はい。じゃあ、また配信。予告とかすると思うので、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。見に来てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、概要欄にね、皆様のホームページなどありますので、そちらよかったらフォローしてください。また高評価もね、よかったら押してあげてください。よろしくお願いします。神かも。ありがとうございます。